な登場ではありますけれども。すいません。はい、今日はベレー帽とメガネ、ね、ちょっと意識したものがあって、はい、ちょっと画家さんを意識してました、はい。はい、ということで今日の、ココア TV、はい、はい、今日は似顔絵対決です。このミヤちゃん描くの？いや、外します。抱えてる間だけ。いや、いいですか。そのままの方が描きやすいじゃん。あ、わかりそうですね。いきます。はい。はい。じゃあ喋りながら描いてくださいね。そうですね。はい。じゃあ、いいですか。描いて。いきまーす。よーい、どん。似顔絵得意ですか？いや、苦手です。何かを見て描くっていうのが、うん、もうダメですね、これもうダメですよこんなに顔でかくないんで怒られないでください。怒りますよ私、そのみやちゃん描くからね、ちなみに。このみちに描きます。すごい顔してるよ。可愛いですか？まあ、そうですね。前髪いいですか？前髪いや、こっちの方がうふふですけどね。だいぶうふふですけど、こっちの方が。近くで見てるとすごい。皆さんもしかしたら遠くからだから違和感ないかもしれない、うん、どうですかね分かんないですけど、どうでしょうね。みやちゃん絵うまいんですよ、実は。いや、絵っていうか、なんかそういうね、ちょっと描くやつの本当才能がすごくて。いや、でもこの前の何でしたっけ、ジバニャンでしたっけ。まあ、ジバニャンに関してはのお米ですけど、ね、私が一番うまかったから。あれ、あ、ピカチュウです。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウでした、ね、うん、いい感じじゃないでしょうか。本当ですか？だいぶ途中経過途中経過です。こっからね、こっからどうなるのか。こっから勝負ですから、ね、こっから勝負ですからね。じゃあちょっと追い込んでいきましょうか、はい、見るたんびに見るたんびに結構なんかお互い強烈なものが。皆さんは似顔絵は得意でしょうか。どうですかね。似顔絵って難しいですけどね。なかなか描く機会もないですよね、うん、相手の特徴を捉えるっていうところですね。観察力が問われますね、これは。あ、なんか違う。みやちゃんに描いたらなんか頭に帽子なんか物体乗ってますから、ね、ベレー帽なんですけどね。怪物みたいなじゃん。チラッと見ちゃったじゃないですか。可愛いですからね、それだけ言ってくれ。いいですよ、ここに来て、そういうの。あ、いい感じ。あ、いい感じですね。唇いいですか、口。唇いいですかって言われるとちょっと向きづらいですけど。らしくなってきたんじゃないですか。いや、違うな。あれでも本当に似てないんですけど。できました？もうちょっと。できた。そっくり。それ悪口ですか？それ悪口っていうか、ちょっとあんま嬉しくない感じなんですけど、どうですかね。そうですね、これは後で、はい、お叱りをください。違うんです。いや、でも似てるかもしれない。いや、違うんですって、本当に。でもそんなに怪しい目つきしてましたっけ、私。大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、はい。
見えますかね。ちょっと持ってきましたね。はい、いやー、これはひどい。じゃん。私は本当自分でも右がミマシで、はい、左が私なんですけど、はい、まあ似てなくは正直ないですけど、ちょっとね、遠慮がない感じです。ミヤちゃん実際メガネこんな感じだね。ね、なんかちょっと私の勝ちかな、これは。そうですね、今回はこのメガネのね、はい、特徴。まあでも宮氏うまいな。めっちゃそっくりです。メガネ外しても多分私変わらないです。私メガネ外したらただの怪しい、メガネ外しても外さなくても怪しい感じになっちゃいますけど、まあこんな感じでね、はい、二人の画力が試されたんではないでしょうか。噛んじゃった。はい、それではまた、ね、はい、はい、明日、はい、それではじゃあねー。